ます。時刻は10時30分を回りました。皆さんこんにちは。池田あゆみのリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組ではリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレス、下の方にございますね。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオを配信してますので、 FM ギノワン検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きください。はい、さてさて、今週も始まりました。もう8月夏真っ盛りですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週は私、地元埼玉県草加市からお届けしておりますけれども、実はね、今日はまあ埼玉の方は午前中すごい大雨で、まあなんか今日はね、全国的に、雨だったっていうところも多いようなんですけれども、今日の沖縄のお天気はいかがでしょうか。もう夏休みでね、だいぶ今年は人が動いてるなっていう感じがしますよね。なので、まあ、ちょっと人が動くと、まあ、残念ながらちょっとコロナの感染っていうのも増えるでしょうかね。今まただいぶあちこちで逼迫するような、状況になってしまってるようですので、皆さんお気をつけてお過ごしくださいね。本来はですね、私は8月の5日に、6日かにワンデーセミナーを行う予定だったので、沖縄に本当はお伺いするつもりだったんですけれども、まあ、残念ながらこのちょっと状況下、今回は見合わせという形になってしまいました。楽しみにしていてくださった方、皆さんお伺いできなくてごめんなさい。また来月ね、ワンデーセミナーを行いますので、ぜひその時にいらしてください。この8月ですね、まあ、私はですね、まあ、いつも夏休みってあんまりない合ってないようなものなんですけれども、まあ、今回残念ながらちょっと沖縄に行けなくなってしまったので、まあ、この機にね、日頃できないことをやろうと思って、この時間を活用して断捨離しようかなというふうに思っております。で、なんでそう思ったかっていうと、まあ、先週もお話ししたんですけど、私この間2回目の富士山登頂行ってきまして、一番ね、頂上まで行って、さらにはお鉢巡りという、火口の周りを一周回って、素走りルートって一番上級者向けのきついルートなんですけど、砂走りってもうずっと砂地を延々と滑って降りてくるようなところをね、経験してきたんですけど、まあ、仲間と共に行ったんですが、まあでも普段体験できないことを仲間と一緒に体験できてすごく良かったなというふうに思っております。で、富士山もちろん景色とか、まあ、いろんなことに魅了されてきたんですけれども、やっぱりその3776メートル、やっぱりね、これはこう登ったっていうことの達成感とか爽快感とか、これはもうやっぱり格別だなっていうふうに思ったし、それを一緒に体験できた仲間がいるってことに本当に感謝だなって改めて思いました。で、私も大好きなことわざで、南アフリカのことわざらしいんですけれども、遠くに、あ、一人で行きた、あ、ごめんなさい、早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたければみんなで行けということわざがあるそうです。早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたければみんなで行け。まさしく今回の富士山の登頂もですね、みんなで行ったおかげで、感動も体験も一
年寄りになったなっていうふうに思ってます。まあ、そんな仲間との時間をこれからも大切にしていきたいなと思うし、まあ、普段本当に忙しくってなかなか時間が取れない私なんですけど、もうここはちゃんと富士山に登ると思ってちゃんとスケジューリングもしてたし、その前に準備をして、もう6週間その前からねジョギングしたりですとかエクササイズしたりして臨んでおりました。でその中にやっぱそういう時間を取ると他のことがね、詰まってるとなかなかできないので、ちゃんと時間の自分のスケジュールの中でも無駄なものっていうのも整理する必要があるなと思いましたし、持ってるものっていうのも、物が多ければ多いほど管理って大変になりますから、やっぱりそういったものも全部削ぎ落としていくってことがすごく大事だなと思って、今回せっかく時間をいただけたので、私はここで、断捨離頑張ってやろうかなっていうふうに思いました。これもねやろうやろうと思いながらなかなかできなかったことだったんでね、ちょっと頑張ってやります。でやるとねまたすっきりするし、そのスペースができないと新しいものって入ってきませんからね、頑張ってやっていきたいと思います。なんか皆さんもね、こんなものを断捨離したよ、こんなものを手放したよ、で手放したおかげでこんなものが入ったよなんていうのが、あったらぜひ番組までお知らせください。まあ、すっきりしますよね。私も、ね、2、3年に1回大きな断捨離をしておりますけれど、ついついね捨てなくてもいいものまで捨てちゃったりするんですけど、まあ、でももう捨てちゃったら捨てちゃってしょうがないって思えるのも断捨離なんで、えいやーってこの際頑張っていきたいと思います。はい、ではですね、今週も素敵な、ゲストの方お招きしております。マレッジサロン U代表の石田美希さんお招きしました。石田さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は、石田さんはどちらからご参加いただいてますか。で、東京の立川市というところから、はい、参加させていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。これあの動画でね、ご覧いただく方はお分かりになると思うんですけど、今石田さんの後ろにひまわりのね、背景があるんですけど、もうね石田さんはね本当にひまわりのような太陽のような明るくて元気なね素敵な女性で、もうぜひ一度こちらにお招きしたいなというふうに思っていたんですけども、まあ、そんな石田さんと私の出会いはもう2年半3年近くになりますかね。そうですね、ちょうどコロナの端の時でしたね、うん、はい、あゆみさんと出会えて私は人生変わりましたありがとうございます。私のね講座をご受講いただいて、まあ、継続してずっと今学び続けてくださっていて、まあ、受講生の方の中でも本当にもう皆さん人気で、みんなを明るくしてくれる引っ張ってってくれるリーダーでもいらっしゃるんですよね。もう本当に素敵な女性で私も大好きなんですけど、今日お招きできて本当に嬉しいなというふうに思ってます。そんな石田さんはマリッジサロン U というね、ことで、はい、結婚相談所のお仕事をされていらっしゃるんです、ね、そうです。はい、結婚相談所になります。はい、はい、ぜひ石田さんから自己紹介をお願いいたします。はい、はい、皆様お聞きいただいている皆様はじめまして、こんにちは。あなただけの愛の形を一緒に探して作ります、結婚相談所をやっております石田美希と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう皆さんちょっと今お聞きいただいただけでおって思いませんでした。でもね滑舌もいいし明るい感じでお話をされるので、今ね結婚相談所ももちろんしてらっしゃるんですけれども、結婚式の司会なんかもねしていらっしゃるんですよね。はい、トータルでこう幸せなカップルをプロデュースするような、そんなお仕事をしていらっしゃるんですけれども、はい、もうそのお仕事どれぐらいやってらっしゃるんですか。こちらは本当に実はですね、アセンティブ習い始めて実は仕事を変えたっていうところですねなので2年半ぐらいですね。はい、まあ、そうとは思えないほどですね、もう大活躍なんですけども、もともとねそういう、こう人と人を結ぶのはとってもこうお上手で好きで、いろんな人を巻き込みながらやってくださる方なんですよね、はい、具体的にはどんなお仕事を今やってらっしゃいますか。はい、今はですね40代から50代の、独身の方の幸せ探しのお手伝いをさせていただいております。でやっぱりその
ただ幸せ、結婚する相手を見つけるだけではなくて、その人がより輝く、残りの人生をより輝いていただけるように、自分磨きのお手伝いも一緒にさせていただいております。なるほど。あ、ね、ご結婚をご希望される方、ご自身がやっぱりなんか輝いていないと、そうですね。お相手見つけるのって難しいですかそうね。ですね。ですし、やはりこう、なんて言うんでしょう、まあ、自己肯定感ももちろん、こう内面も輝いて、外見も変わってきてってなると、多分いろんなものに自信がついてきて、今後、その後の人生がすごく変わったって皆さんに言っていただけてます。それは、もちろんね、石田さんってあんまり普段言わないので、ちょっと、緊張してますけどね。普段は皆さんがミキティ、ミキティってお呼びさせていただいてるんですけど、そんなね、石田さんがやっぱりサポートしてくださるってすごい心強いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりこう、パートナーを探すって、なかなかね、今本当に婚活って一生懸命、やらないとなかなかこうマッチしないとかっていうのも、まあ、現状としてあると思うんですけれども、お相手を探したりとか婚活するにあたって何かポイントみたいなのはありますか？やはりでも自分の人生の伴侶を見つけるっていうところで、一生、要は人生変わっちゃうわけじゃないですか。今まで一人だったものが二人での生活、さらにお子さんができたり、ね、あとご家族、お父さんもお母様っていうファミリーが大きくなったりとかするので、なるべくこう皆様の、なんて言うんでしょう、一緒にいて疲れないお相手探しっていうのをすごく気をつけながらお相手を探しているんですけれども、そこになるにあたって、やっぱり自分も変わっていってもらわないといけない部分もあるのかなって思って、まあ、ちょっと生意気かもしれないんですけども、アドバイスという形で、このように変えた方がもっと人生楽しくなるよっていう、楽しくなる、幸せになるっていう方の、お手伝いは、もう喜んで、もう 時間を惜しみなく使って お手伝いさせていただいております。なんかそうやってこう相談できる人がいるってすごくいいなと思うんですよね。で、意外と自分のことって自分自身でわからないじゃないですか。ここが魅力なんだよとか、逆にここをもうちょっと頑張ったらもっと良くなるよとかっていうことが、なんか客観的に言っていただけたりとか、ご相談できるっていうのはとっても心強いですね。ありがとうございます。そうですね。なかなか言いづらいところも、言いづらいんですけども、しっかりと伝えることで、そこに気づいてっていう、ま、正直、外見とかっていうと、ま、センスの問題とかもあったりすると思うんですけども、それ以上に、例えば男性の方だったりとか、もう女性の方もね、中にはいらっしゃるんですけども、大衆だったりとか、そういうところってなかなか言ってくれる人っていないじゃないですか。なるほど。というところも、やはりちょっと気をつけようとか、あと、やっぱりちょっと同行している方なんかは、もうただの市販のものじゃなくて、しっかりと病院に行った方がいいよっていう、一緒にね、隣に、将来一緒に隣で寝る方とかを考えたら、そういうところも気をつけていくっていうか、そこにでも気づいてありがとうって、やはり必ず言ってくださいます。で、会社の中でも、皆様の、そういう大衆とかだったら、治ったっていうもので、今までこう自分がすごくソーシャルディスタンスされてたところが近くまでお話に来てくれてたっていうので、あ、皆さんやっぱり気づいてたんだっていうのに改めて気づかされたっていうお話もよくいただいたりとかしてます。そういうところも、まあ、一つ一つなんですけれども、気をつけ、アドバイスをさせていただきながら、皆さんがこう自分がどんどん輝いて、磨いて磨いて、ダイヤモンドにしっかりなって、お相手も見つけてっていう、するとやっぱり残りの人生、本当に楽しいものになるのかなって思っております。なるほど。まあ、ちょっとね、大衆とかって言いにくいけど、でもすごく大事なことですよね。自分じゃ本当に気づかないところで。で、すごくその人が素敵だなと思っても、何か一つどうしてもここだけはっていうのがあって、せっかくのご縁がダメになるってこともありますからね。いますね。それがもうその人その人によって、その課題となるところは違うと思うんですけれどもね。
はい、でもね、性格もすごくよくって、顔もそこそこよくって、なんて言うんでしょう、条件っていうのかな、結婚の中で必要な条件っていうものをすべて揃っているのに、その部分だけでなかなか結婚できなかったって言ったら、それはすごく大事、もったいないことで、そうですね。逆になんか自分で彼氏、彼女を作りたいって言って、ご卒業されていく、前向きにご卒業されていく方も結構いらっしゃったりするんですけど、最後まで私の方で伴走させていただくっていう方ももちろんいて、ただ皆さんやっぱり自信持って最後まで自信を持ってついていくっていうのかな、自信がついていくっていうのはすごく見てて、目がどん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 輝いていく、その姿を私見てるのがすごく私が幸せなんです。なるほど。幸せになる方を、することで、ご自身が幸せを感じはい、私がもうたくさん幸せいただいて、どんどん私も輝いちゃってます。ているということ。ね、それ一番いいですね。はい、じゃあ、そんな石田さんなんですけれども、この講座を受講してから、このお仕事にしようと舵を切ったっていうことではあるんですが、では、なんでそういう人の幸せですとか、人と人を結ぶようなお仕事をしていらっしゃるんでしょうか？はい、私はですね、やはり皆様から一人でやっぱり生きていくっていうのがすごく苦手だったのかなっていうふうに、小さな頃から今大人になってというか、アセンティブで今一度こう自分の人生を振り返った時に、私の周りは常に一人じゃなかったっていうことに気がついて、そこをもっと特徴としてこう人生なんていうの、そういうお仕事にしてみたらっていう皆さんのアドバイスだったり、あゆみさんのアドバイスで今回この結婚相談所っていうのを、始めさせていただいたんですけど、やはりやっぱり楽しくて苦痛じゃないというか はい、やっぱなんか皆さんのアドバイスでこのお仕事を選べたっていうのも、私すごくアセンティブですごい良かったなって思っている、はい、ところになります。いや、私は本当なんて言うんでしょう、小さな頃っていうのかな、親は本当に公務員で、母親は専業主婦の、よくあるありきたりな昭和の、家庭に生まれて育ってるんですけれども、もう周りからするとすごく、なんて言うんでしょう、羨ましいねってよく言われてたんですね。で、家の中でもすごくよくファミリーパーティーっていうのかな、お友達を呼んでパーティーするっていう、すごく皆さんから、いいね、あなたの家はすごくいついても居心地がいいねって言われる家庭だったんですよ。で、そういう幸せな家に私生まれたから、そういう性格なのかって思うと思うんですけども、実はうち本当に仮面夫婦で、親がもう皆さんが「じゃあね」って言って帰った後が、急に夏から冬になるくらい冷え切るんです。で、それを目の当たりにして見てるわけじゃないですか。で、愛って何なんだろうとか、ね、父親も母親も普段そのファミリーパーティーやってる時はすごく仲良く喋るんだけれども、その後の会話が全くない、そんな状態で、私が自分が何て言うんでしょうね、もうこの家にあんまりいたくないなっていうふうに、ずっと小さな頃からずっと思ってました。外面ばっかりっていうやつですよね、よく言う。で、そのやっぱりその中で、ある程度反抗期とかになってからは、何回も何回も家出を繰り返すことが多かったんですけれども、やっぱり幸せになりたい、早く幸せになりたいっていうので、私卒業文集によく皆さんね、スチュワーデスになりたいとか先生になりたいって書くとこ、私お母さんになりたいって書いてたんですね。そして、お母さんになりたいって思ってたんですね。結構その夢は叶って、早めに私は子供を産んで、結婚して子供を産んだんですけども、家族の作り方っていうのが、親のものを見てるから全く作り方が分からなかったんですよ。親っていうか、自分の生活してたというか、生きてきた人生だったらこうしてたっていうものを全部当てはめようとしたら、やっぱりすぐ残念なことにその方とはお別れっていう形になってしまったんですね。当たり前のように、こうなんか自分はこうだったからこうだったからっていう、こうなんか詰め込みのものではなくて、ちょっと今2回目の結婚をしたんですけども、2人で話し合って、2人でその家庭のなんてルールっていうのかな、ファミリールールっていうのを作っていくっていうのを、やっぱ一つずつこう話し合ったりとかすることによって、今2回目の結婚の方とはもうずっと仲良く出来上がってます。で、他の人からすると、そういう話をよくね、うちいてっていうと変わってるとか言われるんですけども、
同じのファミリールールだとそういうルールだからっていうので、そこの夫婦の愛の形っていうのかな、夫婦の形っていうのは本当に一つ一つ全部違うんだなって思ってからは、こうでなければいけないっていうその今あのルールっていうのかな、そういうものが全部ないんだなっていうことが分かったら、すごく生きやすくなったりとか、やっぱもう今私の旦那さんはやっぱり旦那さんではありますけれども、親友だったり戦友だったりっていうところで、やっぱりやっぱ最後まで添い遂げようっていうふうに思える方と出会えたっていうのはすごく幸せなことで、またそのような方たちを皆さんにこう私がこう作ってきたっていうかな、そういう形がいっぱいあるよっていうことを皆さんにお伝えしていきたいなって思って、今このお仕事を続けさせていただいております。なるほど。ご自身のね、育ってきた環境が、ある意味、反面教師になってる部分もあるかもしれないんですけど、でも、そこをステップに、どんどんご自身が輝くような、そしてまた素敵なパートナーを見つけられたからこそ、こうね、パートナーがいると本当に心強いよとか、楽しいよっていうことを、もっと皆さんにね、感じてもらいたいなと思って、今頑張ってらっしゃるっていうことですね。まあ、私もね、一度行って自主的に帰ってきてますので、2度目の時はね、志田さんにも相談したいなと思ってますし、まあ、受講生の皆さんがなんかそこをすごく温かく見守っててくださるのをすごく感じてるんですけどね。はい、まあ、そんな志田さんですけれども、どんな方をご紹介してほしいでしょうか？私はやはり結婚相談所なので、40代、50代で半ばちょっと結婚を諦めちゃったみたいな方だったりする方を、ぜひとも幸せになりたいって思って強く願っている方の独身の男性、女性を募集しております。はい、40代、50代で、結婚をね、強くご希望で、ね、諦めずにパートナーを見つけたいなっていう方、これは、エリアとか、ありますか？できたらやっぱり私も今、ズームっていうものがしっかりとありますけれども、できたらリアルで、お話しとかもしてみたいなと思っておりますので、できましたら関東圏でも全然全国でも、お話できますので。はい、ありました。ね、全国で結婚したい方、今はもう婚活っていうのを活動としてやらないとなかなかね、出会いがなかったり、結婚に、ちゃんと成果にならないっていうような状況もあるんですけれども、どこに相談していいかわからないっていう方はですね、もう私一番このね、石田さんおすすめですので、ぜありがひとう石ご田ざいさんとます。まず一度ね、お話ししてお話しいいただただいいたて。らいいかなというふうに思います。本当ぜひ。に、まあ、私もたくさん結婚相談の方、存じているんですけれども、その中でも一番ね、石田美紀さん、私はおすすめですので、ぜひ選んでいただけたら嬉しいです。お問い合わせに関しましては、FM 宜野湾のメールアドレス、もしくはセンチブジャパンのホームページの方までお問い合わせください。本日は東京立川からご参加いただいております、マリッジサロン YOU 代表の石田美紀さん、ご参加いただきました。ありがとうございました。ございました。はい。では最後は番組からのお知らせでございます。リファーラルマーケティングのセミナーですね。毎月開催しております。オンラインセミナー。明日8月9日14時から16時30分。これはズームで開催しております。そして翌月はですね、9月の8日に同じ時間、14時から16時半、オンラインで開催しております。こちらのお申し込みに関しましては、センチブジャパンホームページの方からお申し込みください。そして、もう皆さんがね、いつも楽しみに待っていただいている、ワンデーセミナー in 沖縄。これはですね、今回8月残念ながら開催ができなかったので、9月はぜひとも行きたいと思っております。9月は9月6日ですね。午前中はリファーラルサクセス101、リファーラルマーケティングの基礎編ということで、3時間の座学ですけれども、もうこれはもうワークショップで皆さんね、ワイ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 やりながら、どうやったら紹介がもらえるのというような、もらうための技術っていうのを学んでいただきます。そして午後からはディスク理論といいまして、行動心理学をもとにしました、行動スタイルの勉強ですね。ルームフルオブリファーラルズ。
開発者アイバン・マイズナー博士のメソッドの一つですね。これを体感型のワークショップで学んでいただいて、もう毎回毎回もうみんなね、腹筋痛いとか言いながらゲラゲラ笑うようなワークショップで盛り上がっておりますので、ぜひお越しください。会場は中城のシナジールームになっております。こちらもお申し込みに関しましては、アセンティブジャパンホームページまでお願いいたします。皆さんとお会いできるのをお待ちしております。はい。では今週もね、お聞きいただきましてありがとうございました。まだまだ夏真っ盛り、ここからが本番という感じですね。沖縄県の方はこれから台風などもあるかもしれませんけれども、まあ、感染もあるし、もう今年の夏はいろいろ気をつけなければいけないことがありますが、ぜひ皆さん健康にはお気をつけてお過ごしください。本日は月曜日、1週間の始まりです。素敵な1週間と素晴らしい1日、ぜひお過ごしください。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週も頑張ってきてください。いってらっしゃい。